常にね挑戦する会社、技術も今までの技術じゃなくて常に新しい技術に挑戦する、そういう企業だと思いますね。私どもは小さなねメガネの部品を作っておる会社だったんです。今医療機器はステンレスが主だけれども、これをチタンでね作りたいと、だからあなたのところでできないかというふうにして来られたのがきっかけです。グローバル経営に対する自信、これで成功したときには全世界を相手にするんだと、したがって思い切った投資ができる。体に負担をかけないような素材であったりとか、より精密な器具の開発であったりとか、そういうところへだんだんやはりチャレンジをしていきたいというふうに思います。